こんばんは、三輪忍です。この動画は数分間謎解きミステリー情報不足の回答編です。問題編をご覧になっていない方はそちらを先にご覧ください。それでは回答編始めさせていただきます。問題は犯人は誰かでしたが、回答は山城はじめです。解説に行きましょう。犯人はおそらく逃げるためにある人物を殺害しました。外はご存知の通り、先ほどまで雪が降っていました。徒歩で逃げるのは無理と考えたはずです。犯人はその人物から車を奪い、死体をトランクに入れて山を越えるつもりでした。ところが雪の勢いが強く先へ進めず、この山荘へやってきたというわけです。逃げた時間から考えて、この方が自然だと思います。全員の視線が山城に向く。何を根拠に、証拠はないじゃないか。山城は声を荒げる。山城さん、いえ、偽の山城さん、弁護士のバッジを見せていただけますか。持っていらしてないと思いますが。ふざけるな、これで満足か。山城はスラックスのポケットから米印のバッジを取り出した。ええ、でも、これは検察官のバッジですよね。弁護士は丸い形状のバッジですから、あなたが嘘をついていることは一目瞭然です。動くな。山城は持っていたナイフで草の芽衣を人質に取る。その刹那、彼女の肘鉄が犯人の腹部をえぐる。ひるんだ隙を野原匠は見逃さない。気安く触ってんじゃねえ。山城の体は宙を舞い、落ちた。後で知ったが、バカップルの二人は柔道の強化指定選手だった。医学生コンビと作家が取り押さえ、ロープで拘束する。簡単にはほどけないぞ。観念しろ。こうして逃亡犯を文字通りお縄にした。すごい推理でしたね。大したことではございません。それと、もうじき迎えが来ますから。プロモーター音が轟く。検察のヘリコプターが近くまで来ていた。ところで、いつから気づいてたんですか？山城が偽物だと。吉田は疑問を口にする。この手帳を見てからです。山城の手帳を見ると、至るところにカンマがありました。長く放送界にいる人の癖の一つですわ。もっとも私は彼と面識がありまして。最初から分かっていたんですか？同姓同名の別人の可能性もありましたからね。部下に電話でコンタクトを取り確認させました。そういえば電話が通じていることを忘れていた。岩峰警部、遅くなりました。女主人が警部だったと聞いて唖然とする一同。こうして事件は解決した。さて、いかがだったでしょうか。この動画では皆さんからのご意見ご感想など募集しております。また、一緒に動画を盛り上げたいというクリエイターさんも募集中です。メールやツイッターなど概要欄に書いてありますので、そちらを参考にしてください。ここまで聞いてくださってありがとうございます。お相手は三輪忍でした。おやすみなさい。